今井久志道から1919 19年9月3日は、日本聖公会、聖公会新学院の初代校長である。幕末の江戸、芝で医師の今井玄斎の息子として生まれる。幼少期から漢学を治める。1876年神谷町の小学校状況をしていた頃に、AC 小選教師から英学を学び、小の成教者の家庭を治めて、1881年に、 卒業する。省の協力者として、西安デレ協会で働く。1887年に、日本政公会組織成立総会より、第12回総会まで大議員として、日本政公会の指導的な役割を果たす。1888年に出事としての暗種礼を受ける。エドワード・ビカステス司教を助けて、コーラン女学校を設立して、初代校長になり、 1903年まで同女学校の基礎を立て上げる。1889年に創刊された日曜創始の編集を行った。後に被差別部落問題を日曜創始にて取り上げ、被差別部落の伝道と救済のために総愛伝道会を設立する。また、1889年に司祭の暗守令を受ける。また、1894年には、 西安デレ教会主任牧師になり、1904年まで働く。1902年には、聖教社人学校開校に携わり、初代校長に就任する。その間、日本聖公会祈祷所の審査委員、古今聖歌集改定委員などを務め、聖公会礼拝所の基盤を作った。晩年には、目白清志公会を設立し、時給協会にする。ありがとうございます。